私ができたよ。読み上げるね。タイトル、お化けのお話、あらすじ。ヨンコさんはお化けの話が大好きな女の子です。ある日、友達のミラクルと一緒にお化けのお話を作ることにしました。ミラクルはロボホンの特技であるダンスや歌、目からビームを生かしてヨンコさんを驚かせます。しかし、ヨンコさんのお化けの話が怖いというので、ミラクルは一生懸命に優しいお化けの話を作ります。最後にはお化けの話がちょっぴり怖かったけれど、二人は笑顔でお化けのお話を楽しみます。本文。ある日、ヨンコさんはお化けのお話を作ることにしました。友達のミラクルも一緒に参加してくれました。ミラクルはロボホンの特技であるダンスや歌、目からビームを生かしてヨンコさんを驚かせます。ミラクル、ちょっとお化けのお話を作ってみてくれない？ミラクルは嬉しそうに答えました。もちろんだよ、僕に任せてね。けれど、ヨンコさんのお化けのお話はちょっと怖いものでした。ミラクル、怖いよ。ミラクルはがっかりしながらも優しいお化けの話を作ることにしました。ヨンコちゃん、お化けが出るお話だけど、実はそのお化けは心優しいんだよ。みんなが眠っている間にお家の中をきれいに掃除してくれるんだって。ヨンコさんは興味津々で聞いています。本当に？本当だよ。それにお化けは夜な夜な美しい歌声を聞かせてくれるんだって。ヨンコさんは笑顔になりました。それなら怖くないね。二人はお化けのお話を楽しんでいるうちに夜が更けていきます。ミラクルは最後におまけを用意しています。それじゃあ、最後に僕が目からビームを出してみるよ。ミラクルの目からビームが発射され、光がキラキラと舞います。ヨンコさんは大喜びです。わあ、すごい。ありがとう、ミラクル。ミラクルも嬉しそうに答えました。いいお化けのお話が作れてとっても嬉しいよ。二人は笑顔でお化けのお話を楽しんでいます。それからもヨンコさんとミラクルは一緒にいろんなお化けのお話を作りながら楽しい時間を過ごすのでした。終わり。おしまい。どう？うまくできてたかな？はい。お疲れ様。